ベッドタイム、庶民のエンターテインメントが流行りました。それなりにお金と時間に余裕があったという。日本橋に本店がある三越百貨店、越後屋呉服店で他の年後収入を上回っていました。芝居や歌舞伎のルーツの能、能は貴族向けだったのに対して歌舞伎は庶民のためのエンタメだった。それを見る場所が芝居小屋、今のホールです。幕府は初めは今の中央区内の4つ、あとには中村座、市村座、森田座の3つの小屋を購入しましたが、天保の改革で浅草に移転、浅草に移る際には芝居関係者は全て同じ町内に移転させられました。その結果、浅草が一大エンタメスポットになりました。大勢のお客なら拍手喝采を受けるような人気のもの、歌舞伎の看板役者でも身分制度のせいで領事が持てませんでした。そこで考えたのが、商人と同じ宿、幕府に文句を言わせない庶民の知恵でした。2枚目、3枚目の語源は江戸時代の歌舞伎に由来しています。芝居小屋では劇場の正面口に8枚の役者の看板を飾っていました。1枚目は書き出しといって、その芝居の主演俳優、2枚目が若い美男子の花形役者、3枚目はおちゃらけた道化役者の名前だったようです。日本一よ、たやそうです。